彩り緑、カラーユアライフ。皆様こんにちは。あなたの人生カラーで変える、カラーのイメージコンサルタント、クレオ緑です。1月ももう最終週となりました。新型コロナウイルスのまん延防止と重点措置の適用が34都道府県に拡大されました。こちらのスタジオは万全にコロナ対策を行われております。入り口での手指消毒、検温、そしてマスクの皆、スタッフの皆さんのマスク着用、私も直前まで着用しておりました。そしてスタジオの中もしっかりと消毒、換気もされています。それからこのトレイルフレッシュというオゾン発生装置がありますので、安心して生配信を行うことができます。後ほど素敵なゲスト笹川直子さんを迎えいたしますけれども、その前にこちらにアクリル板を置きますので、マスクなしでトークをすることができます。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。ありがとうございます。本当に大変な毎日ですけれども、一日も早い収束を祈っております。皆様もどうぞご自愛くださいませ。今日のプログラム、最初に今週のイベント情報、それから歌姫とセバスチャンの皆様のミニコンサート、朗読、今週のトピックと色の話。さて今日は何色の話をするでしょうか。最後の素敵なトークは笹川直子さんとご一緒です。どうぞ最後までお楽しみくださいね。2週間空きました。先週は演劇ライター、差し入れニストとしてご活躍の北条のりさんに MC をお願いしました。とっても素敵な番組でした。ありがとうございます。それなので私は2週間ぶりになりました。皆様にお話したいことがたくさん溜まっています。先日久しぶりに箱根に行ってまいりました。とってもいいお天気で、雪をかぶった富士山がとても美しかったです。大涌谷は6年前に噴火してしばらくは入れない時期もありましたが、今は途中まで入れます。黒卵を買って一つ食べると7年寿命が延びるという言われています。それをたくさん買っちゃいました。それから箱根神社に参拝してきました。お天気がとっても良くて、そして何かやっぱり神秘的なものを感じました。参拝すると何か心が落ち着きますよね。ここのすぐ近くも鳥越神社がこちらから見えます。とてもいい気がここのスタジオも流れているんです。きっと神様から守られているんですよね。それからライブの情報です。先日横浜ビルボード、松崎しげると大橋純子さんのコンサートに行ってまいりました。ちょっと写真をお願いいたします。あ、こちらではなくて大橋純子さんと、もう違いますね、これじゃなくてこちらです。そうです、こちらの松崎しげるさんと大橋純子さん、本当に声量も変わらず美しい声で本当に素晴らしかったです。大橋純子さんといえばシルエットロマンス、懐かしいですよね。それで最近カバーされた黄昏のビギンもとっても情緒があって素敵でした。松崎しげるさんも本当に若々しくって、72歳とはとても思えませんでした。懐かしい昭和の時代、愛のメモリーなど熱唱されました。そしてお二人のエンドレスラブ、本当に素敵でした。時代が少し戻ったような、そんな空間でした。まだまだ頑張れると勇気をいただきました。それからもう一つ、
ライブに行ってまいりました。 Music is beautiful、 ソング&ダンスで綴るラブストーリー。ジャズ、ラテン、ポップスなどグローバルの名曲の数々のダンスと数々の歌とダンスのコラボレーション。川島啓二さん、西島和弘さん、トーマ・ローズさん、日野真一郎さん、水ゆうきさん、それからスピさん、清水夏夫さん、日高ゆりさんなど、本当豪華なメンバーで贅沢なコンサートでした。西島さんと川島さんの衣装を提供されている越野純子先生のコレクションショーのヘアメイクをされている、私もいつもお世話になっている上田美恵子先生から声をかけていただきました。とってもいい席から見ることができて、渋谷文化総合センター大和田桜ホールでした。 こちらが、パンフレットですけれども、ライブの情報も写真も1枚お願いいたします。こちらはとってもいいですよということで許可をいただきました。本当に熱い熱いステージで、本当皆様にまた機会があったら見ていただきたいなと思うステージです。こういう大きな、コンサートは本当に行われていますけれども、小さいところではなかなか今ちょっと難しいことになっています。私も1月23日にライブに出演させていただく予定でしたが、延期となりました。また皆様に直にお会いできることができたらなと思っております。ライブ情報など発信しておきますので、インスタもぜひフォローしてくださいね。インスタお願いいたします。はい、今、こちらに、探してくれていると思いますが、はい、こちらです。緑-ジュリアということで、もしもよろしければ見てみてください。お願いいたします。それでは歌姫とセバスチャンのミニコンサート、皆様のミニコンサートです。冬景色をお届けいたします。Thank you.
ありがとうございました。本当に美しい歌声、本当にいつも感動いたします。ソプラノ前田陽子さん、メゾソプラノ木村真紀さん、ピアノ河合良一さん、素敵な皆様はアートにエールに選ばれた素晴らしいユニットです。マキエポックでもいろいろな歌を発信されています。ぜひチェックしてみてくださいね。それでは朗読コーナーになります。新見南吉、お母さんたち。お母さんになった小鳥が木の上の巣の中で卵を温めておりました。するとまた今日も雌牛がその下へやってきました。小鳥さん、こんにちは、と雌牛が言いました。まだ卵は帰りませんか。まだ帰りません、と小鳥は答えて言いました。あなたの赤ちゃんはまだですか。だんだんお腹の中で大きくなってまいります。もう10日もしたら生まれましょう、雌牛は言いました。それから小鳥と雌牛はいつものようにまだ生まれていない自分たちの赤ん坊のことで自慢をし合いました。雌牛さん、聞いてください。私のかわいい坊やたちはね、きっと美しい瑠璃色をしていて、バラの花みたいに良い匂いがしますよ。そして鈴を振るような良い声でチルチルと歌いますよ。私の坊やはね、ひづめが二つに割れていて、毛色はブチで、尻尾もちゃんとついていて、私を呼ぶときは、もうもうって可愛い声で呼びますよ。あら、おかしい、と小鳥は笑いを抑えて言いました。もうもうが可愛い声ですって。それに尻尾なんか余計なものよ。何をおっしゃるのですか、と雌牛も負けずに言いました。尻尾が余計なものなら、くちばしなんかも余計なものよ。こんなふうに話をしていたら、おしまいには喧嘩になってしまいましょう。ところが喧嘩にならない前に、一匹のカエルが水の中からぴょんと飛び出してきました。何をそんなに一生懸命に話してらっしゃるのですか、と緑色のカエルは聞きました。そして雌牛と小鳥からその訳を聞くと、カエルは目をまん丸くして、それは大変よ、と言いました。何が大変なのか雌牛と小鳥が心配そうに聞くと、カエルは言いました。あなた方は赤ちゃんがもうじき生まれるというのに、子守歌を習いもしないでそんなのんきなことを言ってらっしゃる。雌牛と小鳥はどうしてこんなにうっかりしていたのでしょう。早速子守歌を習わなければなりません。ところで誰に習ったものでしょう。じゃあ私が教えてあげます、とカエルが言いました。雌牛と小鳥は大変喜んでカエルに子守歌を教えてもらいました。けれどもこんなに難しい子守歌はありません。とても難しくて、雌牛と小鳥はちっとも覚えられませんでした。それはこういう子守歌でした。ゲゲゲ、ゲロゲロゲ、ギャロギャロ、ゲロゲロ、ギャロゲロゲ。雌牛と小鳥は一生懸命習いましたが、それでも覚えられないので、おしまいには嫌になってしまいました。けれどカエルが、子守歌を知らないでどうして赤ん坊が育てられましょう、と言いますので、また元気を出してゲッゲッゲッと習うのでした。そしてそれは夕方、風が涼しくなる頃まで続きました。おしまいです。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。メルヘンの世界を感じていただけましたか。お母さんたちはどんな世界でも子供のために一生懸命なんですね。お母さんたち
聞いていてくださるお母さんたち、きっと大変だと思いますが、子育て楽しく頑張ってください。それでは次のコーナーです。今週のトピックといろんな話に行きます。1月21日エストニアのタリンで四大陸選手権アイスダンスフリーではアイスダンス界に新たな歴史が刻まれました。村元哉中選手、高橋大輔選手のペアが銀メダルを獲得して、日本のアイスダンスチームとして過去最高の結果を出しました。1位はリズムダンスから1位だったカロリナ・グリーンとマイケル・パーソンズに続いて2位という素晴らしい成績でした。北京オリンピックを控えて多くのトップチームがここには出場していないとはいえ、アイスダンスを始めてから10年という組が多い中、たった2年でこれほどの結果を出したことは本当に素晴らしいことだと思います。村元選手は赤、高橋選手は緑、衣装も本当にとっても素敵でした。バレエらしさを強調してアップグレード。フロリダでは週2回のバレエレッスンも受けているそうです。これからの活躍も本当楽しみです。お祝いの気持ちを込めて銀メダル、シルバーの洋服を着てきました。銀色、シルバーは他の色との協調性との高い、とても馴染める色です。灰色と似たイメージを持っています。質感や光沢も含めた金属の色なので、単色で表現するのは意外に難しい色です。白をより高級に表現するときに使われる色です。銀から皆様はどんなイメージをお持ちですか？イメージとしてはシンプル、貴重、輝き、高級、殺菌、人工的、ロマンティックなんていうところでしょうか。物体的なイメージではシルバーアクセサリー、プラチナ、銀食器、スプーン、ミラーボール、鏡、銀歯なんていうこともありますよね。シルバーはまた銀というのは銀シャリ、銀膜、銀世界などの言葉としても使われますね。理想が高く、クール、紳士的、秘めたる自信があると表現される色です。お金よりも名誉や知性、優雅さを印象づける色です。時計、男性の時計でも金ですとすごくちょっとインパクトが強いかなという時にシルバーをつけているととても高級で信頼されるというイメージが湧くと思います。シルバーも使ってくださいね。鮮やかな色と合わせるととても華やかになります。今日もピンクとオレンジと合わせているとちょっと柔らかいイメージになるでしょうか。そして無彩色や寒色と合わせますとクールな印象になります。皆様もっと色を楽しく使ってくださいね。それではお待ちかね、次はゲストコーナーに参ります。フードコーディネーターとしてご活躍の笹川直子さん、とっても仲良くさせていただいているお友達なんです。それでは動画をご覧ください。どうぞ。Beneath the sun will stop to shine, I will choose to be your one. But you'll never be replaceable, such a precious you are.
thinking day and night about you. It's my heartwarming time. Oh darling, please don't be far anymore. Love is not as strangest tie of all. Is it to be broken fleetingly? But I surely know it's wrong for us. We don't need anyone. Through the day and night, I will keep on watching over you. Cause I'll be with you, just giving it up. それでは笹川直子さん、どうぞ。こんにちは。今日はお招きありがとうございます。ありがとうございます。皆さんご活躍、遠くから本当に本当、今日は遠くからありがとうございます。朝早くからね。いえ、本当に。でもこのコロナ禍でなかなか ねお目にかかる機会がございませんでしたので、なんかこのような機会をいただけて本当に幸せで、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。なおこさんとは長いんですよね、結構ね。そうですね、みどりさんと本当に初めて、もう何年経ちますね。そうですね、2013年ぐらいかな。そうですね、ですよね。そうです、はい、あの女性を、40代以上の女性をなんかもっと輝かせるっていう、ね、はい、なんかそういうプロジェクトでお会いしたんですよね。そうですね、はい、女性の企業参画っていうのは、うん、私もあの社会起業家として、はい、レッド関西の創業ですとか、はい、いろいろ関わらせていただいたんですけど、はい、とにかく元気で、うん、あの社会に参画して、うん、また皆様の持ち味やパーソナリティをこう生かしながら集って、あの
交流の、ね、機会がこのコロナ前というのは本当に盛んだったんですね。盛んでしたよね、はい、でその時代に、はい、みどりさんと一緒にそういうアソシエーションを通して出会いまして、そうですね、でこの人間性ですとか深さですとか、はい、またお互いのこのちょっとお茶目なところとかね、そんなところにちょっと天然だったり、そう惹かれ合って今では仲良く本当にさせていただいております、はい、ありがとうございます。それでね、なんかはい、いろんなイベントに来ていただいたり、はい、私も伺わせていただいたり、お誘いいただいたり、そうです ね、ちょっとそんな写真をちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、これね、はい、これ直子ちゃんが計画してくれた、そうですね、この日は、ね、ちょうど皇居 の、はい、勤労奉仕と申しまして、皇居内を1週間お掃除させていただいて、はいはい、本当に心から、ね、日本人であることや神道について学びながら感謝をする1週間を過ごしていたんですけど、 その名前で、うん、みどりさんや東京のお友達とお目にかかった機会でした ね、はいはい、また次の写真お願いします。そう、これがりよこさんですね。りよこさん仲良しの、はい、宮田さんもいらっしゃる、ね、そうなんですよ、はい、りよこさんはこの番組も出ていただいたんです、前に ね、今持ってますのが、はい、皇居 の、 ご神殿の中でしか売っていない、はい、その金と銀のですね、皇居のマークも入った、天皇家のマークも入ったチョコレートを、ね、皆様にお持たせいたし、ね、いただきました。嬉しかった。なんか直子ちゃんってすっごい華やかだから、なんかねお話ししてみると違うんですよね本当にね、人間的にもすごく素敵な方で、もう勉強家、本当にもう尊敬します。次の写真お願いします。そう、これはね、大阪でライブをやる機会があって、ジェームス K という、いつもお世話になっているジェームスさんの、ね、トークも楽しいし、うん、ライブやジャズが本当に大人の夜ですね。本当ナイトタイムエコノミーっていうのはこういう時間かなと思うんですけども、ね、まだコロナがなかったですから ね、 これね、はい、考えても見なかったです ね、またぜひ大阪でねこんな機会が、ね、あったら嬉しいです、ね、はい、次お願いします。それがこの時歌った時の写真ですね。美しいよね、本当にこのお着物ドレスが素晴らしい。これちょうどね、パリから帰ってきたばかりの時だったので、ちょっとこれお披露目をここでもさせていただいたんですけど、ね、そうですね、もう華やかで艶やかで、はい、また生地感とそのお歌いになってらっしゃるみどりさんの美しい声が、はい、もう何とも言えない大人の夜でしたね。優しいありがとうございます。次お願いします、はい、これがあれですよね、はい、芦屋のお友達と、はい、ね、共通のお友達と一緒に記念撮影していただいて、はいはい、次お願いします。そう、これが、上田美恵子先生と永田優也先生のコレクションの、はい、コラボレーションのコレクション賞、はい、そうですね、京都に、はい、私も参加させていただいたんですけれども、て、ね、いやもうやはりね、優美ですね。京都のこういうお屋敷、はい、もう今建てることができないような、はい、書院作りのお屋敷の中で、はい、映画さゆりというハリウッド映画に ね採用されました優也先生のコレクションと、はい、と村上先生のこの艶やかな、うん、上田先生のね、上田先生、そうですね、髪の毛ですね、はい、ヘアメイクね、上田先生のヘアメイクがもうね、本当にこうマッチして、もうなんこう昭和、もっと明治ロマン、大正ロマンみたいなね、大正ロマンね、はい、日本の良き時代を彷彿させていただきました、はい、夢のようなお時間でございました。もう上手なコメントありがとうございます。次お願いします。でこれが一緒にねドレスを着てきてくださってね、はい、本当スタイル抜群だから、いえいえ、もうお着物のねこの艶やかな皆様に対してちょっとゲストでイブニングをと思いまして、またなんかこうマッチする感じがいいですよね、ドレスと着物って、はい、次お願いします。そう、これ直子ちゃんが撮ってくれたの、ね、ここから撮る写真がいいわよって、すごくセンスがいいので、屋形船のようなう、ね、室内のお屋敷ですので、はいはいはい、この美しさ、女性美というかな、みどりさんのこのしなやかな、ね、お着物のいでたちが
入る一枚ですね、ありがとうございました。貴重な一枚となりました。次お願いします。はい、これは、はい、こちらは社寺仏閣を一緒に散策させていただいた折のお写真なんですけれども、本当にこう社寺仏閣の中に出会えてあります襖絵の前で2人でちょっと正座をしてみました。そうですね、はい、なんかやっぱりこういうところに来ると背筋がピッと伸びますよね。そうですね、昔の方のなんかこう生きてきた、なんかそのなんていうのかな、こう生命力とか生き方とか、なんかそういうことが伝わってくるんですよね。そうですね、はい、嵯峨野の社寺、の、はい、お庭から ね眺める景色や、またこちら のプレイスっていうのは結構映画やドラマにも撮影を、お貸し出しされているところで、はい、この襖絵の前っていうのは、はい、ドラマになりました徳川家康の、ドラマのシーンの一枚の前ですね。もうね、なこちゃん本当に、ね、すごく詳しいので、もういつも京都にとご案内していただくんですよね。ここの美味しいところとか本当に。次お願いします。はい、これがあれですね、 AIC の。そうですね、はい、私がお仕事で少し鑑賞させていただいてます、はい、AIC 秋津島と申しまして、はい、今のなかなか日本人って国際教育って難しいんですけれども、うん、こちらの学校法人は広島でありながら、うん、英語で授業をする学校法人で、はい、でインターナショナルバカロレアですとか、うん、それからミネルバ大学という難関に、はい、たくさんの学生さんを送り出している、ね、はい、そちらの学校法人のサロンでの一枚になります、うん、はい、次お願いします。でこれはその中ですよね、はい、そうなんです、すごく素敵なのよね、館の中が本当に ね、はい、ね、美しい。こんなプレイスってなかなか、ね、ないですよ ね、日本でもね、はい、ないかなっていう、はい、失礼になっておりまして、ここ本当に映画のワンシーンのようなね、どこ撮っても ね、はい、また直子ちゃんが美しい。ありがとうございます。ちょっとイブニングを着てみました、うんね、はい、次お願いします。はい、これはあれですね、教会、教会です ね、はい、はい、この時はちょっと2人で教会に寄って、うん、はい、はい、ミサをして ね、それからお食事に出かけようという、はい、今年ですよね。そうですね、またこの足の綺麗なこと、ありがとうございます。後でその秘密がわかります。いえいえ、もう次お願いします。はい、これもね、これもそのプレイスの2階です、ね、はい、次お願いします。これもその階段の下。そうですね、いっぱいその本当に素晴らしいものが置いてあるんですよね。そうですよね、みどちさんの ね、お足元にあるカゴの中ね、鳥籠の中には、はい、ラリックですね、はい、ラリックのしずめさんがいたりとか、はい、それから、ね、そうですね、壁にかかっている普通に置いてあるんですよね。はい、次お願いします。そうです、これが秘密、これが若い時の直子ちゃん、はい、そうですね、はい、最初に社会に出させていただいたのがマツダ自動車というところなんですけれども、はい、メーカーの、メーカー付き の、 コンパニオンでミスロータリーという肩書きをいただきまして、はい、モーターショーですとか、それからあとフラワーロードを巡回するような、はい、花車レースとか、いろんな、はい、体験をさせていただきました、ね、素敵です、すごく似合ってますね。サキットにもね、よく行かせていただいて、ね、いいですね、はい、華やかでね、今も綺麗だけど、ね、若い時もまたすごい可愛い。ありがとうございます。もう、ね、そのまんま芸能界にっていう道もね、あったんですけどね、ちょっとそれもいろんな人生の、うん、はい、うん、地図がありました、はい、次お願いします。はい、これは現在ですね、ですね、今の髪がちょっと、いわゆるこのインナーカラーといいまして、うん、はいはい、ちょっと髪をグリーンに染めているんですけど、うんうん、今日はちょっと私ここにもね、翡翠つけさせていただいているんですけど、はいはいはい、これ翡翠カラーに染めさせていただいて、うん、ちょっと ね、国籍、2016年に制定されました日本の石、国籍を保護して、うん、はい、日本の価値に変えていこうよという活動をしています。そんなちょっと自己メッセージでございます。なるほど、はい、
あの翡翠が国籍だっていうことは私恥ずかしいんですけど知らなかったです。そうなんですよ。あの2016年に国の意思って定められているんですけど、その後にあのこういうコロナがあったりイベントがダメになったりっていうことで、なかなかの告知活動ができていないんですね。さらにあの65年前にその国籍が取れる翡翠鉱石群の糸魚川地区っていうのがあのすでに国定公園になってまして、そこからは石を持ち出したり、それからそれを加工することができないので、もう日本の国籍というのは本当に心の石ですよね。あの天皇家にまつわる三種の神器ですとか、今が玉のイザナギイザナミ、結合子供が生まれアマテラスという神道の元になっている石なので、心のこう支えのような見守りですね。大事な石なんですね。海外ではね、中国では五徳と言われたり、それからヨーロッパではフォーエンペラ、あの皇帝の象徴と言われたり、アメリカではマジカルストーンと言われています。素敵ですね、そういう活動もされているんですね。もう本当ね、幅広くってね、何やってるのって言っても一言ではね説明できない。よく怪しいなって言われる。怪しいな、何してるんだろう。フードコーディネーターだけじゃないからね。フードコーディネーターじゃないんですよって言ったら嘘ばっかりって、家に調理にいるんじゃんとか言われるんですけど、ちゃんと作ってますよ。ちゃんと作ってですよね。次のお写真お願いします。はい、唯一ちょっと趣味のお写真ですね。なかなかのフードとそれからスポーツっていうのは両輪ということで、スポーツはソリューションで本当に国策のスポーツソリューション一生懸命頑張ってます。松田さんから起業に行きまして、でタイガースさんのスポンサーさせてもらったり、それから時代をこう紐解くと、サッカーのちょうど J リーグができる時に、あのサンフレッチェ広島というチーム作りを一緒にやらせていただいたり、で現在はあのオリンピックの前にちょうどワールドカップのラグビーがあったと思うんですけど、ラグビーオリパラ最後にワールドマスターズゲームという国策のスポーツゴールデン3イヤーズという国策 の, あのスポーツあの内閣のね、策定会議なんかにもね、参画させていただいて、で国策やってきたんですけれども、コロナでちょっと今本当にスポーツも止まりました。ただオリンピックもパラリンピックもやりきりましたし、そうですよね、あのパラリンピックについては、あの歴代初のあのメダル獲得数の多さでしたり、それからスポンサー数でしたり、それからこう笹川スポーツ財団の方で抱えさせていただいたパラリンピックサポートセンターというのが、全企業団体を一つにまとめてオリンピックとパラリンピックを分けないという政策をしたの、本当にいいパラリンピックオリンピックになりました。そうですね、本当良かったですよね。今の3年後にフランスに送るためにメダリストをあの遠くに、ね、あのできる教育をして、で講師として送り出したいとか、また3年後に日本のメダル数を超える、選手を出したいということ で、私唯一ですけど、スポーツは乗馬だけやっておりまして、その乗馬の一心でございます。そうなんですね、乗馬も似合う、いいな、ありがとうございます。乗馬やね、楽しいですよね。ちょこっとだけこう体験みたいなのでやったことがありますけども、あの馬にね触れると本当に動物セラピーで、そうですね、体感鍛えます。皆さんぜひ一度ね、意外とね、乗馬センターに足を運んでみてください。可愛いですよ馬。そうですね、どこでできますか、日本だったら。結構ね、あの乗馬センターは、あの日本各地いろんなところにございますので、皆様の地域に乗馬センター引いてみていただいて、そうですね、体験してみてくださいね。わかりました。なんかね、海外のリゾートに行くと、ハワイとかね、そういうところだとこう気軽にできますよね、場所もあるしね。であとね、あの動物セラピーで、フランスなんかだとね、お子様の習い事の1位が乗馬なんですよ。確かにそうかもね、前にシャモニーに行ったんですよ、でその時にシャモニーじゃない、フランスのパリの、モンサンミシェル、モンサンミシェル、ね、そこでね、あのもう馬に乗った時に、こう練習している子どもたちがいっぱいいましたね、そういえば。そうです、もう自然に触れ合うっていうことで、で動物と触れ合うことや、それから乗馬っていうのがやっぱり、あのどちらかというと社交界の中のね、あの一つ の、あの競技だったり、一つのアイテムになっていますので、海外では盛んです。ありがとうございます。それでは次お願いいたします。この辺りからはちょっととっとと流していただこうかなと思いますが、これはですね、
ポテトの中に、うん、ポテト通常ポテトってこう、うん、食べるんですけども、はい、これは、うん、ロディオって言って上にね、うん、トッピングをして食べるという、はい、これアメリカの、ポテト協会が推奨しているメニューなんですけれども、はいはい、このあたりもちょっとね日本に普及させるのをお手伝いをさせていただいたり、はい、ここからフードコーディネーターのお仕事の一環を見ていただきたいと思います、ね、はい、次お願いいたします。はい、これは先ほどのワールドマスターズゲームスの、なるほど、はい、スポーツの方ですね、はい、方なんですけれども、うん、はい、これは30歳以上誰でも参加ができるというスポーツの祭典で、はい、国策のスポーツゴールデンスリーアーズを締めくくる大会だったんですけれども、はいはい、うん、コロナで中止になりましてね、残念ですね、はい、ただ完全中止ではなくて延期という形を取らせていただいて、うん、ね、26年に、はい、開催を予定しています、はい、今からまた4年間こちらの PR の方の、はい、正式アドバイザーという形で公式に、うん、組織委員会で頑張らせていただこうと思っています。はい、これは兵庫県、誰でも、はい、誰でもできます。はい、兵庫県知事の井戸知事から今度は、はいはい、和歌山県知事の二坂知事の方に、大会会長バトンタッチしまして、はいはいはい、関係連の皆様と一緒に頑張っております。素晴らしいです。26年には、ね、はい、世界からスポーツを、はい、アイコンとして日本にやってきてください、うん、そして日本の皆さんもスポーツ一緒にやりましょう。そうですね、ぜひぜひ、障害スポーツです、楽しみましょう。そうですね、はい、健康と美のためにね、はい、はい、体験してみましょう。次お願いいたします。あ、ちょっとこれはもう全くの趣味なんですけども、はい、サンドの飯より虎が好きということで、はい、野球場、うん、スタジアムに行くとね、はい、なんかね本当にここはね、うん、聖地と言われるのがなぜか、はい、お仕事も肩書きも年齢も関係なく、うん、やっぱりこう、うん、心の底から大好きなチームを応援して、はい、こう本当に発散できるんですよね。いいですね、はい、唯一自分に戻れる場所です。そうなのね、これは私知らなかったです。かわいい。唯一ご一緒してませんね、はい、そうですね、はい、ぜひ今度ね、今度ぜひぜひタイガースに、はい、なおこちゃんのその応援の声が聞けるかも。イエス。あ、でも今ちょっとマスクだからね、はい、はい、次お願いします。これも同じです、ね、これもそうですね、雨が降っても見てます、うん、なるほど、はい次お願いします。はい、これはもう家でちょっとね、うん、ピッツァというものにも、うん、生地から、うん、取り組んでまして、うん、はい、ロイヤルさん、ロイヤルホストさんのロイヤルの中で、うん、はい、ピッツァの開発の担当したことがありまして、で今このピッツァというものの生地を、うんうん、例えばこれをキャンパスとした時に、はいはい、どんなピッツァができるんだろうかという、こういうオーソドックスなもの以外にね、はい、料理としてちょっと探求している一枚になります、うん、はい、なるほど、素敵ですね、はいはい、ピザって美味しいですもんね、やっぱり皮から作るとね、そうですね、違いますよね、はい、でいろんなこう具を変えてなんかちょっとこう料理として楽しむということですね。今これももうオーソドックスなものなんですけど、はい、ちょっと最後25年には、はい、料理として、うん、ディッシュとしてのピザってどんなものがあるのかなと、なるほどね、はい、今探求しています、楽しみしています。はい、次お願いいたします。はい、これは、はい、沖縄の、うん、お店なんですけれども、そちらでちょっと作らせていただいた一つですね、うん、作らせていただいた、はい、いわゆるこう構成ですね、うん、こんな形で見せていきましょうという盛り付けでしたりとか、はい、そんなところをそれをこうプロデュース、そうです、プロデュースで一緒に美味しそうですね、やらせていただきました。やっぱり目でる、目で見るっていうところですよね、はい、ちょっとした器の使い方でしたりとか、うん、同じものベタってものじゃなかったり、はい、あともみじとかっていう、こう季節感がちょっと出たりっていうのが、やっぱり日本の食の、はい、まあ、繊細なところ、目で見て香りを楽しんで舌で味わうというようなところを、はい、コーディネートするときには少し私なりに工夫をしております。素敵ですね、やっぱり感性豊かな直子ちゃんだからこそできるお仕事ですね。ただお酒が好きです。そう、めちゃくちゃ飲むんですよね。そうなんですよ、初詣には必ずちょっと松尾さんワイン一本開けちゃうもんねすぐにそれを言うみどりさん、はい、そう、私ね飲めないからすごく憧れるんですよ、はい、なんかこうたしなむっていうのがこれ美味しいのよって言って、いつまにかって直子ちゃん全然なんか平気な顔して羨ましい。マイガソリンなので、入らないと走らないんで、そうなんで、はい、
私の血はあのワインでできているっていうタイプですか。はい、そういう先輩のね、川島奈美さんも私の松田の時代の先輩のね。そうなんですよ、あの同じ市の同じ学校の先輩だったの で、はい、ね、大阪においでになった時には可愛がっていただいたんですけどね。そうですか、はい、彼女は私の血は、なるほど、はい、私知らないで今何気なく言ったんですけど、そんなつながりがあったんですね。そうなんですよ、もう川島奈美先生にはもう本当にもう先生ですよ、私にとって。そうですか、でも残念でしたよね、はい、残念です、ね、もう、うん、最後まで女優魂でしたね。そうですよね、はい、素敵な方でした。はい、あの愛飲させていただいているワイン、うん、レパノメーラっていうのがあるんですけど、うん、はい、それは奈美さんが嫁がれた時の、うん、結婚式の日のね、はい、乾杯のワインなんですけど、うん、それを未だにあの本当に献杯しながらいただいております。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。次お願いします。はい、これは食博覧会大阪と申しまして、はい、うん、4年に1回、はい、あの食の都大阪で、うん、博覧会を開催しています。でこれ17の写真なんですけども、21年は本来ならば、広報企画プロデューサーということで、はいはい、こちらのプロデュースをさせていただく予定だったんですけども、はい、残念ながらコロナで中止になりまして、で640コマに出ていただく予定だった皆様と、はいはい、あの本当に、うん、苦しい時代をこの2年でフード産業、外食産業、飲食は本当にダメージを受けました。で私たちもこれを作り込むために一生懸命頑張ったんですけれども、反対にそれが途中半ばで中止せざるを得なくなりました。これのごめんなさい、作ったものをこう潰していくほど苦しい仕事って今までには経験したことがなくて、もうね、はい、今だからですけど、竹内優子さんがお亡くなりになった時に、なんか、あ、気持ちわかる、目が覚めなければいいのにっていうような感覚も味わうぐらい業界は苦しめました、うん、なるほどね、でもこれも中止ではなくて、はい、今度25年の大阪国際博覧会ですね、はい、バンコク博覧会の中に食博を復活させようよってプロジェクトを今動かしております。応援してます。はい、あの月内にね、最終的にブースが出せるかどうかとか、はい、あの発表になってまいります。はい、で2号はあのとにかく日本の夢とか、このコロナで傷んだ日本列島を元気にさせるとか、世界から人が募るっていうところで、あの本当に日本国際博覧会25年大阪なんですけども、はい、大阪に開催ということで、うん、日本開催なのでね、はい、日本すごいですよ ね、みんなで元気になれたら盛り上げましょう、ぜひね、はい、思っています。いろいろね、あのできることから始めて、はい、本当に、ね、頑張りたいですよね。はい、とにかく頑張ってます。一緒にいると本当に元気になる。ありがとうございます、ね、いつも前向きで、あのフードコーディネーターとしてお仕事なさって、本当にこの2年間苦しかったと思うんですけれども、ちっともそういうことはね、あのインスタとか見ても全然わからないぐらい、本当いつも素敵で、とにかく前に向いてね、はい、うん、そうですよね、あの本当にね、未来ってね、自分たちで作っていけますしね、うん、あの争いとか、それからいさかいとかから何も生まれませんから、確かに、とにかく皆さんスマイルで美味しいもの食べて、ね、はい、いつも直子さんは笑顔しか見たことがない。ね、ね、いつもね、うん、最近ゲストに聞いてるんです、うん、直子ちゃんにとって人生とは、うん、人生、うん、人生はやっぱり愛ですね。本当に愛ですね。愛情とか愛があると何でも超えられるし、確かに、で、あの心の中に多分ね、みんないろんな愛持ってると思うんですよ。はい、人類愛だったり、はい、本当に恋愛の愛だったり、はい、それから友愛だったり、はい、でもあの愛情なくしては本当にこうやってる意味あるっていうね、生きてる意味あるですよね、と思うので、はい、はい、はい、そんな気がしています。そうですね、はい、なんかこうパッションとか、はい、心の中にある愛とか、うん、人とのつながりとか、うん、特にあのコロナで希薄になってしまった人と人とのつながりとかが、はいはい、またこのアフターコロナにさらに強くなって、うん、今この時代を超えてね、また超えて ね一緒に ね、はい、あの歩んでいけるのが嬉しいなと思ってます。そうですよね、はい、このコロナ禍でできることから始めていこうっていう風に直子ちゃんともいつも話してます。そうです ね、はい、今日ねたくさんちょっとお写真を準備していただきましたけど、はい、お話が楽しい、はい、そうそうだからね、あの紹介しきれなかったんです、お写真がね。本当です ね、うん、だからまたね、はい、第2回目
ぜひいらしてください。そうですね、次にお目にかかる時には、はい、このアフターコロナで私たちがこんな企画をしていたよというのがこんなふうになりましたってい う, う、ね、はい、ご紹介ができるといいですね。本当そうですね、はい、本当にこれ開けないことはないので、うん、絶対にいつかは、ね、そうです開けます、はい、歴史を見ててもね。そうなんです、岸田先生はね、うん、たまたまなんですけど私が松田でお世話になっていた地元から、はいはいはい、30年ぶりに総理に、はい、選出されていますけれども、ね、菅先生の時にも経口の、ね、うん、お薬も日本では準備ができておりますし、うん、日本人の手洗い文化とか、うん、マスク文化とか、うん、そうですね、はい、衛生面ではもう世界に誇る国民ですので、はい、必ず開けてきますので、はい、皆さん、ね、明るい未来を一緒に ね、はい、そうですね、これからも信じてね、うん、歩んでいきたいなと思ってます。愛を大切に、ありがとうございます、本当に、ね、毎日を、ね、うん、過ごしたいですね。愛とパッションとこうやって、うん、つながれるお友達がいれば、そうですね、うん、本当に毎日楽しかったと思って終わるとね、吹けませんよ。そうですよね、プルプル、本当本当なおこちゃんの方はね、いつもキュッとなってるの、そこが本当大好きなんですけど、はい、チャーミングで、私ね、なかなか笑顔しか見たことがない。そう、フードコーディネーターなんで、エステに行ったりとか、うん、そのいろんなお化粧したりとか難しいんですけど、ネイルもしませんしね、うん、ただ本当に今日楽しかったって思って休んで、今日明日朝起きた時に今日まだみんなと頑張ろうって、うん、そうですね、はい、今日と今日を変えないことが ね、はい、分かりました、幸せだと思います。人生は愛、本当に皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週、ありがとうございました。なおこちゃん、ありがとうございました。